こんにちは、本郷奏太です。私、実は俳優業をやっているんですが、ふとあることに気がついてしまいました。僕がやらせていただく作品ってほとんど命を狙われてたりとか、生き死にをかけて戦ってたり、人を殺めたり殺められたり、なんかそういう物騒な作品が多いんですよね。そこである説が浮上しました。本郷奏太、平和な作品やったことない説。ということで、今日は過去の出演作品を振り返りながら、本郷奏太のやった作品は何割ぐらいの確率で物騒なのか平和なのかっていうのをね、算出していきたいと思います。それではやっていきましょう。こちら公式サイトですか、このスターダストっていうロゴ、これ僕が人生で一番見たロゴですね。事務所のロゴです。本郷奏太さん、1990年11月15日生まれなんですね。もう32歳なんですね。はい、趣味ポケモンカードゲームということで、違う、ポケモンカードスペースゲームということで、ポケモンカードゲームプラモデル制作ということです。特技動画編集と、なんか勝手にされていますね。まあまあまあいいでしょう、こう最新情報なんですね。これが動画はね、自分で編集しております。さあさあさあ、そしてこれか、芸歴みたいな。あー、はいはいはい、いいねいいね、これを使って見ていこう。ちょっと大きくしようか。で、映画ドラマ舞台とあるけど、映画ドラマだけにしましょう。その分かりやすくというか、映画とドラマ部門でどんだけ平和なの物騒なのっていうのをやっていきたいと思います。もう平和か物騒かの2つにしか分かれないんで、ここら辺は僕の裁量でどっちかなっていうのを決めていきたいと思います。で、じゃあメーターを出しますね。この平和オア物騒メーターを画面上に今出しました。さて、行きましょう。これは新しい順になってるんですね。新しい順で見ていきたいと思います。嘘食い、2022年嘘食い、これはですね、なんだ、ギャンブルバトル映画みたいな感じです。漫画の原作もあります。これは間違いなく物騒です。はい、やはり平和じゃないところからスタートしましたね。やはり本郷は物騒寄りの人間だと思います。8割ぐらいはね、僕物騒だと思ってるんですよね。まあ嘘食いは物騒でしたと。戦ったりもするんでね。じゃあ行きましょう。鋼の錬金術師完結編2部作。鋼の錬金術師は確実に物騒ですね。バトルものですからね。これどうしようかな。これね、映画2本分あるんですよ。2本分あるのは2本分とカウントした方がいいのか、はたまた1本でまとめた方がいいのか。難しいけど、まとめることにしますわ。うん、鋼は後から出てくると思うけど、鋼は鋼として1個物騒にまとめました。次こちらですね。2019年、リンという映画に出させていただきました。これはね、難しいな。これね、でもね、事件が起こるんですよ。なんかその神隠しみたいな事件が起こるんで、これは物騒ですね。はい、ここまで、はい、全部物騒になりました。じゃあ次いきます。キングダム、これは皆さんもね、知ってくださってる方多いと思いますね。キングダム見たよってよく言っていただけることありますね。これは確実に物騒です。はい、戦争ですしね。おいお前やれっつってこう殺めさせたりしますからね。これは物騒です。はい、次ダイナー、これはですね、蜷川実花監督の、すごい楽しかったです。藤原竜也さんとかとご一緒できて、久保田正孝さんとかかっこよかったな。これは殺し屋の話なので物騒です。これはトップクラスに物騒と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、今平和0、物騒5になりましたね。じゃあ次いきます。2018年、犬屋敷、これもバトルものです。木梨憲武さんと佐藤健さんが出てらっしゃって、これはめちゃめちゃ物騒ですね。はい、世界を巻き込んでこう戦いを行うんで、これはとてもとても物騒です。はい、次いきます。2017年、君に決めた、ポケットモンスター君に決めた掃除役、これはね、ポケモンの声優出させていただいたんですけど、これ難しいところですよね。そのポケモンってさ、平和じゃん、可愛いし平和なんだけど、バトルといえばバトルだよね。難しいですね、ポケモン。平和にしとくか。命の危機はないもんね。いやでも火炎放射とか浴びたら死んでしまう可能性もあるか。ここ難しいんですけど、ポケモンっていう可愛さに免じて特別に平和にさせていただきたいと思います。
合ってるかな。いや、合ってるよな。ポケモンは平和賞、さすがに。子供が見るやつだし。じゃあ次いきます。評価。あ、これアニメも見てましたね。評価は、ん？あ、でも、命の危機とかはないんで、これは、平和かな。穏やかではないけど、平和か物騒かで言ったら平和ですね。平和にします。で、ハガレンは、さっき、カウントしたので、これはスルーしますけど、これは物騒ですね。闇金牛島くん、難しい。闇金業者のね、山田孝之さんからお金を借りる債務者たちの話なんですけど、これは、命という意味では、いやでも、闇金だから物騒か。物騒ですね。闇金は物騒ですね。平和か物騒かで今やってるから、物騒だ。物騒でしたわ。はい。ストレイヤーズクロニクル。これはね、僕の役柄は一旦置いといてですけど、これもこう、なんか、超能力バトルみたいな感じなんで、これは物騒とします。そして、進撃の巨人。進撃の巨人はもう、まごうことなき物騒でしょ。巨人が攻めてくるんだから、それと戦ってる人類の話です。進撃の巨人もすごいいい現場だったな。みんな仲良しで楽しかったです。ドレイク。2014年まで戻りました。これはですね、これもなんか、サバイバルゲームとかデスゲーム的な感じなので、はい、これは物騒です。あ、物騒が2桁いっちゃいましたね。2対10。やはり、本郷8割ぐらい物騒なんじゃないって言ってたの、かなりいいペースで回ってると思います。さあ、ショートムービー。ヘザーラブショートムービーズと書いてます。これは、なんか、まあ、ほんと短い作品だったと思うんですけど、これは平和ですね。なんか、ラブとか書いてあるしね。これは平和でしょうっていう感じ。来た！ガンツ！ガンツはね、やっぱ未だにね、見ましたよ。ガンツいいですよねって言ってもらえる機会が多いですね。2011年、12年も前の話なんですね。ガンツはめちゃめちゃ物騒です。はい。本郷を代表する物騒作品ですね。はい、これは物騒でした。楽しかったですね。ガンツもともと大好きだったから出れて嬉しかったですね。じゃあ2008年まで戻ります。もう2008年ということは17歳、8歳ぐらいの時に演じたものですかね。シルク、日本、イタリア、カナダ合作。微妙。微妙だな。で、僕の少年という役はなんか普通の少年だった気がするぞ。これ平和にしとくか。平和になりました。青い鳥、これはね、阿部寛さんが主演で、なんかいじめをテーマにした作品みたいなやつなんだよね。だからそういう意味で言うと、いじめっていうのは良くないから物騒とも言えるんだけど、まあ学校の中だけの世界の話だから平和なのか。これ実に難しいな。いや、あ、違うわ。思い出した。あ、これ物騒だわ。ちょっと、あんまりね、なんか、ネタバレチックになってもあれだから、言わないでおくけど、これ物騒でしたわ。青い鳥物騒だ。で、K20、怪人二重面相伝、金城武さん主演のやつね。これは、物騒だよね。その、派手だったし、物騒だったと思います。物騒です。ゴス。あ、これは、説明難しいな。おついちさんの原作の作品ね。これ説明難しいんだけど、これは物騒ですね。はい。なんか、中二っぽい男の子の主人公の役でしたね。はい、物騒でした。さあ、2006年まで戻りますよ。映画も間もなく、終盤に差し掛かっています。テニスの王子様、これは平和だわ。いや、最近の新テニスの王子様とかはさ、王子様ってなんだよ、菊丸先輩かよ。王子様では、人がぶっ飛んだりとか、もう血まみれになったりとかするんだけど、僕の知ってる限りのこの時代のテニスの王子様は平和です。テニスしかしないからね。平和を、平和だと思います。んで、7-2。バンドのね、ブラックストーンズのしんちゃんの役を演じさせていただきました。これは平和でしょ。これは、楽器弾いてるだけなんで、だけなんでっていう言い方ちょっと違いますけど、楽器弾いてたんで、これは平和です。戦ってなかったです。さあ、次。ヒノキオ。これね、初めて主人公を演じさせていただいた作品になるんですけど、これは、平和だと思うな。
うん、なんか不登校の男の子がロボットを使ってなんだ学校に登校したりとかするみたいな、これは時代を先取りしてるなんか作品ですよね。リモート出席みたいな、そういう感じですね。これは平和です。あれ押してないよね今。あれん押してないよね。押すよ。平和です。あれやばい、平和が追い抜いてきたぞ。まずいまずいまずい。あ、追い抜いてきてはいないわ。半分に達したぞ。半分に達したぞ、平和が。まずいじゃないか。そうか。やっぱ若い本郷は平和勝ちなのか。じゃあ次いきます。2003年、ムーンチャイルド。ガクトさんとハイドさんの映画ね。これはすごい、お二人とも優しくて。うん、大好きだったな。今でも大好きです。仲良くしてくれています。ムーンチャイルド、これは物騒です。ガンアクションでバトルしますからね。とってもかっこいいです。リターナー。これは、物騒ですね。これもちょっとバトルが行われますし、これは物騒だと思います。じゃあ映画部門終わって、平和7対物騒16という、意外と平和が多いなという結果になりました。それではじゃあ、アイキャッチを挟んでドラマ版に行きたいと思います。さてそれではドラマ版に行ってみたいと思います。しかしドラマって多分映画より派手なことってしづらいと思うから、ドラマの方が平和勝ちかもしれないですね。ちょっと見ていきますよ。おー、あ、はいはいはい。そうか、ネットフリックスだけど、幽遊白書もここにあるんですね。幽遊白書、今年の12月配信ですって、ぜひ見ていただきたいですね。幽遊白書は物騒です。はい、物騒。バトルだからね。人間と妖怪とがバトルをしています。2022年。あ、朝ドラ出させていただきました。カムカムエブリバディ。これはですね、結構ご年配の方とかによく、朝ドラ見てたよって未だに言っていただくことがあるので、それすごく嬉しいですね。この間なんかね、テレビ局でとあるすごい大物の芸人の方とエレベーターご一緒になって、その時にあ、カムカム見てたよって言われたのがね、ここ数ヶ月で一番嬉しかったエピソードですね。嬉しかった。カムカムエブリバディは平和です。はい、戦ったりしないんで。そうですね。あ、でも3世代あるんだけど、1世代目だったらこれ、物騒でしたね。危ない危ない。これは、僕的には平和というカウントにします。2021年、君と世界が終わる日にシーズン2。これはですね、ゾンビ的な世の中と生き残った人類とのバトルみたいな話なんで、めちゃめちゃ物騒です。はい、これは物騒でした。次、NHK 大江戸もののけ物語、天の邪悪役。人間じゃない役をやることも本郷はぼちぼちありますね。それもカウントしてもいいですね。でも言っても4つ5つぐらいかな。とにかくこれはですね、悪い妖怪といい妖怪の戦いみたいな感じかな。で、僕はいい妖怪だったんですよ。はい。なので、バトルをしています。これは物騒ですね。56年目の失恋。これはね、タイムスリップ部門的な感じだったと思います。中条あやみさんが主人公をやってらっしゃって、で僕はコックの役でしたね。めちゃめちゃ普通な役なんじゃないか。おお、平和すぎるぜ。っていうか普通にまともに働いた役ってほとんどないわ、社会人みたいな。唯一に近いかもしれない、まともに働いていたわ。次、キリンが来るは物騒でしょ。だって戦いの世の中だからね。僕はこの公家っていう、なんて言ったらいいんだ、政治家的な立ち位置ではあったんだけど、これは世の中が物騒なので物騒とします。あ、物騒20か、平和9。あー、倍ぐらいなのか。ちょっと続けていきますよ。青桜防衛大学校物語。これはね、自衛隊の士官幹部を育成する学校の話なんですよ。なので、別に戦ったりするわけじゃないんですよ。戦争とかをしてるわけじゃないんで、これは平和です。平和な物語でした。はい。10対20。次、リピート。運命を変える10ヶ月と。これはね、物騒かな。物騒にします。貫地谷しほりさんとね、ガレッジセールのゴリさんと一緒にやってましたけど、なんか
うん、意識にかけて戦ってた気がするんだよね。だからこれ物騒です。赤城、次赤城、これ麻雀のドラマですね。僕的には赤城はものすごく思い入れが強くて、うん、大好きな作品ですね。鷲津麻雀完結編ということは津川雅彦さんとご一緒したな。すごい優しい方でね、あの大好きでした。これは物騒です。その津川さん演じる鷲津と赤城が血液をかけてあの麻雀で戦ってるので、これは生き死にをかけています。物騒です。はい、次、あ、世にも奇妙な物語、クリスマスの怪物、あ、微妙なんだ、川栄李奈さんとね初めてご一緒したんですよね。川栄さんめちゃめちゃいい女優さんですよね。本当に素晴らしいと思います。わかんない、詳細がちょっと定かではないんだけど、怪物、君は悪い子だみたいなやつだよね。物騒、平和じゃないもんね。世にも奇妙って言ってるし、奇妙って言ってるし、怪物って言ってるし、これ物騒カウントでいいと思います。はい、物騒カウントとしました。次行きましょう。上野さんもねずっとやっていましたね。うん、上野さん2期とかもあったよね。上野さん、ラブホの上野さん、これも楽しかったですね。うん、いい現場でした。これは平和です。あの人と戦ったりしないですから、ラブホの上野さんは平和です。次、怪獣クラブ、これはめちゃめちゃ平和でしょ。これ平和です。ウルトラマンとかそういう特撮が好きな昔の昭和的な時代の人たちの物語でした。これは平和です。あ、犬屋敷、さっき映画にも出てきたんですけど、こっちアニメなんですよ。これ別作品カウントでいいかな、いいかな、いいよね。同じ作品の続編じゃないから別作品カウントにして物騒にします。これね、映画でやった役、同じ役を声優でもやらせていただいておりました。ということで、アニメ犬屋敷を物騒というカウントにします。次、赤城、赤城はさっきの赤城なのでひとまとめにします。ちょっとスルーします。ん？で、上野さんシーズン2、あ、同じ年にそうかシーズン2をやったから下に来てるんだ。オッケーオッケー、これも飛ばします。はいはいはい。2016年に行って、カッコウの卵は誰のもの、これ覚えてますね。土屋太鳳さんとかとご一緒したんだよね。これね、あんまり多くは言わないけど、これ物騒ですね。これ物騒でした。弾丸論破3、これはね、そう、御手洗良太くんっていう男の子の声優をアニメでやらせていただきました。これはね、物騒ですね。めちゃめちゃ人が死んでしまいます。弾丸論破物騒です。あのね、声優さんたちがもう本当に豪華な人々がいっぱいいてね、うわすごいっていうオールスターの中にあのちょこんって座らせて、あの一緒に収録ご一緒させていただいたんですけど、皆さん優しくてですね、すごいあの楽しい現場でした。主演の尾形めぐみさんがすごい優しくてさ、こうみんなのところに僕を連れて、あの本郷くんですって紹介させてくださって、ありがとうございます。僕ビビって端っこにいたからさ、それを見かけて尾形さんが皆さんにご挨拶とか回らせてくれて、本当に頭が上がらない素敵な大好きな先輩ですね。ということで、これ思い出深い現場でした。はい、じゃあ遡ります。ちゃんぽん食べたか NHK、これは菅田将暉さんとご一緒しましたね。ギターを弾く役でした、僕は。さだまさしさんの、なんか、実話というか、さだまさしさんをテーマにしたお話みたいなやつで、その相棒のギター弾く人みたいな。なので、これは平和です。ギターを弾いてたので平和です。はい。赤城いっぱい出てくるな。そうか、赤城って、都合3作品撮ったのか。ああ。これはさっきカウントしたので、スルーします。物騒でした。次。謎の転校生。岩井俊二さんのね、作品、脚本、めっちゃ面白いよね。これ物騒カウントでいいと思うな。なんか、あんまり話しすぎてもあれなんだけど、これ物騒ですね。はい。で、ガンダムビルドファイターズ。これも声優をやらせていただきました。
ガンダムって基本めちゃめちゃ物騒なんですよ。戦争だったり政治の話なんで物騒なんですけど、ビルドファイターズに限っては平和です。ガンプラを使って戦うっていう、なんかすごい唯一に近くガンダムシリーズで平和な作品だと思いますね。次、恋文日和。覚えてる。わかるわ。はい、わかります。これはね、平和ですね。恋文ですからね。これ、平和です。はい。次、弱くても勝てます。青志先生とヘッポッコ高校球児の野望。そんなサブタイトルだったんですね。こちらは平和です。高校の部活の話でした。二宮さんとご一緒して、すごい優しくて楽しかったですね。はい。やばい。やっぱドラマ部門になったら一気に平和が伸ばしてきた。物騒を上回ることはなさそうだけど、半分よりは多くなりそうだな。さあ、続けていきましょう。2013年、ソーロング。これはね、なんか、うっすらラブみたいな話だったと思うんだよね。だからこれは平和です。間違いなく平和。次。これはね、ラジオドラマですね。ラジオドラマは、どうしよう。スルーしようかな。姿出てないし。あ、でも姿出てないけど、アニメカウントしちゃったから、入れるか。ここに書いてあるから、入れることにしますね。これはね、戦ってましたね。物騒です。はい。次。リアル鬼ごっこ、ジ・オリジン。これはめちゃめちゃ物騒ですよ。佐藤っていう名字の人が、なぜかこう、追われちゃう。排除されちゃうみたいな話なんで、これ、物騒ですね。佐藤翼くんね。これは、みんなエスパーだよ。は、1話だけゲストで出させていただいたのか。これは、平和かな。うん。平和だと思います。コメディだからね。風よけ、これこそ本当になんか、難しいな。スルーでいいと思うな。なんか、静止画がちょっとだけ出たと思います。すいません。割愛させていきます。指恋。これ恋です。めちゃめちゃ。恋ですってなんだよ。ラブストーリーですね。なので、これは平和です。はい。ありゃ、やばい。平和が伸ばしてきたぞ。次。白戸修の事件簿。千葉雄大さんとね、ご一緒しました。すごい好きです。かわいいよね。これは物騒ですね。はい。なんか、事件が起こって、銃とかも持ってた気がするんで、これ物騒です。未来日記アナザーワールド。これは物騒ですね。これも、デスゲーム的な感じだったはずです。これもラジオドラマか。まゆ。これは平和ですね。ちょっと平和とします。次、ブトゥーム。あ、これアニメです。初めてアニメの声優をやらせていただきました。爆弾を使ってね、無人島で殺し合いをするっていうお話なので、めちゃめちゃ物騒です。はい、ブトゥーム面白いですね。アナザーガンツ。ガンツのなんかさ、金曜ロードショー用にちょっと取り下ろしたみたいなやつなんだけど、これはガンツとひとまとめにしますね。ちょっとルールがガバガバかもしれないですけど、まあ、僕がルールです。いきます。最後の晩餐。これは、覚えてますね。7人の容疑者。容疑者でした。容疑者なので、これは物騒です。はい、事件が起こっていますね。次、東京23、サバイバルシティ。はい、サバイバルなので、はい、これは物騒です。次、ヤンキー君とメガネちゃん。これは非常に難しいところだな。ヤンキーだから、ちょっと物騒っぽいんだけど。でも、ものすごい人様に迷惑をかけているわけではないと思うな。ちょっと待てよ。難しい。でも、喧嘩してたわ。喧嘩する役だった。なんか強い役だったわ。喧嘩する役だ。物騒でした。危ねえ。無駄平和するとこだった。次。世にも奇妙な物語。爆弾スイッチの男。爆弾スイッチの男でした。はい。物騒です。これは。僕、爆弾スイッチの男だった気がする。で、次。リセット。ワンちゃんのやつね。わかるわかる。平和です。はい。なんかね、タイムリープというか、ある地点に戻ることもできますけど、戻らない選択もできますみたいな、その心揺れ動いてどっち選ぶのみたいなお話でした。これ平和ですね。うん。
平和です。平和としました。はい。2008年、正義の味方。うん。これは、覚えていますよ。志田未来さんが主人公だったかな。これは、平和ですね。日常の普通の高校生だったわ。めちゃめちゃ珍しい。普通の人間ってすごい珍しいです。僕的には。はい。未来さん、多分これ、年代間違えてるな。年代間違えてるけど、これはね、近未来のなんかね、コメディみたいなお話です。これ平和ですね。平和です。おそらく2018とかなんじゃないかな。なんか、そうだと思います。次。2007年。秘密の花園。うわ、懐かしい。お兄ちゃんたち大好きだったわ。現場超楽しかった。これ、すごい思い出深い作品だな。これはね、平和ですね。4兄弟の男4兄弟なんだけど、ペンネーム使って実は、すごい人気の少女漫画描いてたみたいなコメディでした。これ、平和です。やばい。平和がだいぶ勢力を伸ばしてきた。生徒諸君。あ、これは、まあ、学園ものなんですけど、生徒諸君っていうぐらいだから。だけど、これね、物騒だと思うんだよ、確か。うん。なんかすんごい悪い謎を抱えたクラスみたいな話だった気がする。なんか、3人悪い奴がクラスの中にいて、それが誰だみたいなお話だった気がするんで、これ物騒とします。探偵学園9。あ、これはだって、あれじゃないですか。探偵ですから、殺人事件が起こってるんで、これは物騒ですね。殺人事件が起きて、神木の龍ちゃんが解決するみたいなお話でしたよ。これは物騒です。イリュウは、うん。これ、1話だけ、そう、ゲストで出させていただきましたね。これはね、平和ですね。うん。普通の医療ものなので、平和です。はい。嫌われマツコの一生。難しい。これは、すごい壮絶な人生を歩んだ人とか役とかだったと思うんだけど、むずっ。え？あと、すごい昔すぎてちょっとごめんなさいだけど、記憶がぼんやりしてる部分があるな。でもこの子物騒だった気もするんだよね。うわぁ、わかんねえ。ごめんなさい。ちょっと平和にします。ちょっと、平和にさせていただきましちゃいました。ました。愛くるしい。平和です。神木の龍ちゃんが可愛いのよ。本当に可愛いんだから、もう本当、持ち帰りたいんですね。あの龍之介くんは。愛くるしいは平和です。最後ですか。ドラマ、クリスマップ。虎とライオンと5人の男。レオ役。ドラマ扱いだとこれが初めてなんだ。中1ぐらいの時かな、多分ドラマやらせていただいたんですけど、これ今考えるとすごいドラマで、スマップの5人が出てらっしゃって、あともう本当にそうそうたる阿部寛さんとか阿部サダヲさんとか、本当そうそうたる人たちがいっぱい出るみたいな、お祭りドラマみたいな感じだったと思う。これはね、うん、まあなんか孤児みたいな役だったんだよ。うん、兄弟2人目線でこう進んでいくんだけど、そのお兄ちゃん役だったんだよね。孤児なんで物騒とも言えるんだよな。なんか、ああ孤児の妹を侵入して誘拐して取り戻そうみたいな話だったから物騒とも言えるんだけど、平和かな。ほっこりするし、最後平和にします。むずっ。ああ、なんかさ、これで一旦全部終わったんだけど、むずいもの結構あったな。それではじゃあ総括に移りたいと思います。最終結果、合計66作品、平和28、物騒38ということでした。パーセントで言うと 57.5% ぐらいの確率で本郷奏太のやってる作品は物騒ということが分かりました。過半数物騒だったけど、平和がこんなにあるとはちょっと思ってなかったですね。8割ぐらい物騒なんじゃないかと思っていたので、はい。これさ、その人によって全然違うんだろうね。僕高い方なのかな、なんじゃないかなとは思いますけど、なんかめっちゃ高そうな人とかさ、調べたらもしかしたら面白いかもしれないですね。ということで、今日は見ながら喋るだけの動画になってしまいましたが、貴重な検証結果が出せたんじゃないかなと思います。これからも物騒カウントを伸ばせるように、かつそれだけじゃなく平和な作品も上手にできるように、いい
いいバランスの俳優として息を長く活動したいものですね。そのためにも応援よろしくお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。